では行きましょう。デンダマジャパンカップ3位、コダミラカップ準優勝の実力者マオコのデンダマパフォーマンス、すごい速い。もうあのメガネの中はね、一瞬一歩しかないね、いろんな選手が出てると思いますよ。おお、1回目のデモンストレーションより切れがいいですね。おお、すごい、けん玉、この膝のね、動きですね。そして動体視力がものを言います。うわーすごい。うわー、そこで止める。あー、おっ、からのぶっ刺し。なかなかこれはウルトラ A の技が決まった。似てますね、やっぱり大技そう簡単にはね決めないことができない。すごい。やばい。お、ぴったり終わらせました。Oh, no.
純也スタート。それでは優勝はゲンフレーク、今年で、終了となります。ゲンフレークリーダーか次期リーダー候補か、得点は1ポイント違い。それでは行きましょう。フレークカップチャンピオンシップ2019-2020 2019年の日本一は、行きましょう。この男です、どうぞ。ではいくよ、みんなスケートボード最高か。